千住新橋。千住新橋は、東京都足立区千住と道足立の間の荒川、荒川放水路に架かる国道4号、日光街道の密接する2本の橋である。上り線が1976年春光の橋、下り線が1981年春光の橋となっている。荒川の川口から 12.6km の地点に架かる橋で、右岸は、 足立区千住五丁目で、左岸は足立区足立一丁目に至る。橋の全長は1981年、昭和五十六年春工の橋は、橋長四百四十六メートル、福音五点七五メートル、最大島長百二十メートルの鋼連続箱下橋である。河川区域外にある橋の前後にある、取付道路は高架橋で、右岸側は1981年、 昭和56年観光した、千住新橋右岸取付高架橋と称する橋町135メートル最大島町45メートルの連続後半桁橋に接続する。左岸側で首都高速中央環状線がオーバークロスし、千住新橋出入り口が橋の近傍にあるが、橋とは直接接続していない。橋の管理者は関東地方整備局東京国道工事事務所である。 また、災害時に、防災拠点等に緊急輸送を行うための、東京都の特定緊急輸送道路に指定されている。橋は1911年、明治44年から1930年、昭和5年にかけて、荒川放水路を改作した際に行われた、荒川改修における最大の付帯事業として、河川費及び道路改良費の国庫補助を受け、 分断される国道第四高公立海道に架けられた荒川放水路における初の永久橋、鉄橋である。当初は河川費の補助を受けて二十五万六千四百六十円の公費をもって福井島約七点二七三メートルの目標を架ける予定であった。道路法の施行により九百二十年、大正九年四月一日に国道の改良において、 将来の勢いをかみし、国道施設である橋の工事費において、河川費の補助を超える部分の補填金として、道路改良費の補助が得られたため鉄橋としてかけることとなった。橋は1921年、大正10年12月着工された。上部工の施行は、横川橋梁、現、横川ブリッジが受け負い、1921年、 大正10年12月八万製鉄所の鋼材を使用して後半下駄の製作に着手され、1922年大正11年12月完工した。株工の施行は、東洋道路工事株式会社が受け負うことになり1921年大正10年12月に契約を締結し、1922年大正11年1月寄工された。株の基礎は、 浮き基礎で長さ6メートルの松喰いが使用されていた。橋脚は鉄筋コンクリート製で、低水路、低水路と高水敷の中間、うがんだ水敷き、下がんだ水敷きと設置場所に応じて4種類が製作され、また橋脚に照明柱が建てられていた。思考は、低水路及びうがんだ水敷きが軟弱地盤のため、設計変更が生じて工費が膨らんだ。 1923年、大正12年9月受けを予解除し、残工事は、東京府の直営となり1923年、大正12年12月工事を再開、残部の施行に着手した。橋は1923年、大正12年9月1日に、関東大震災が発生して、工事に影響を与えるなどしたが、1924年、 大正13年5月刊行された。総工費は104万1971.736円で、国庫補助はその3分の2であった。橋町1500フィート、251.5件、約457.2メートル、総福院38フィート、約11.582メートル、有効福院36フィート、 約1 0 9 7 2メートル最大島町75フィート2.5インチ、約2 2 9 2 4メートルの23景観の単純後半桁橋、プレートガーダーである。景観割は39フィート4インチ、約11.989メートルが2連、65フィート4インチ、約19.914メートルが16連、75フィート2.375インチ、 約二十二点九二零メートルが四連、七十五フィート二点五インチ、約二十二点九二四メートルが一連の計二十三連である。昇板は、鉄筋コンクリート製でその鉄筋には、米国製のものが使用されていた。舗装は、松木海舗装である。また、将来を見越して、左右に九フィート、約二2七四三メートルの歩道を増築できる、構造にし、 また有効腹印36フィートのうち、都電を通すための腹印16フィート、約4.877メートルの伏線の起動時期が考慮されていた。端面の横断面及び縦断面がパラボラ、放物線上になっておりは、横断勾配は72分の1、約1.59%、縦断勾配は300分の1、約0.33%である。 橋面の高さは三十二尺二寸三分三輪、約9.703メートルである。高欄の高さは三フィート六インチ、約1.07メートルで、自腹は加工岩製である。橋爪にある親柱は、加工岩造りで共鳴の他仮設年月や来歴が掘り込まれ、伝統が設置されていた。千住新橋は1924年。 大正13年6月20日に開通した。また、橋開式、開通式は、改正のもと、千住新橋開峡式協賛会により、同日11時より、佐岸川堤防上にて挙行され、鴻上の儀や玉串拝礼などの神事や、来賓の祝辞の後、三組の三世代家族を先頭に、右岸より一往復するように渡り染めの儀が行われた。 また河川敷に祝賀会場が設けられ、屋台等が出展するなどの様々な予興が行われた。千住町は、その開通を記念して、毎年開通日の6月20日に花火を打ち上げるようになった。表明は、同じ千住地区に以前よりある、千上橋との対比にちなむ。この橋は、付近一帯の地盤沈下の影響もあり1951年。 昭和26年の堤防の傘上げに合わせて1956年昭和31年橋の傘上げや拡幅工事に着手され、橋の両側に福音3メートルの歩道が追加され、福音は16.8メートル、車道10.8メートル、歩道3メートルにに拡幅され、1958年昭和33年完工した。 その後地盤沈下の影響により橋が1.2メートルから2.0メートル沈下して波打つようになり伸縮継手で段差が生じて激増する交通量と相まって床板を痛めるなど老朽化を加速させた橋が老朽化したことと東京湾校長防御計画の一環として1968年昭和43年より調査に着手され1972年 昭和47年から第一期工事として、橋の掛け替えに着手し、すぐ下流側の位置に並行して1976年、昭和51年竣工され、1978年、昭和53年5月26日に開通した。福音は15.75メートル、車道13メートル、歩道2.75メートル、4車線の暫定共用である。上部校の試行は、 日本交換、現、JFE エンジニアリング及び、宮地鉄工所、現、宮所のエンジニアリングが行った。下部の施行は、ニューマチック系損工法が用いられた。新橋の開通後に、第二期工事として、旧橋が撤去された後、旧橋の場所に、同規模の橋が並行して架けられて1981年、昭和56年、竣工された。上部校の施工は、 川田工業、現、川田テクノロジーズ、日本鉄道工業、現、JST、三井造船が行った。また、右岸側の取付高架橋の施行は、桜田機械、桜田が行った。橋は1983年、昭和58年3月7日に開通し、上り下り2本に分かれた、新しい橋が完成した。荒川放水路は、当初の計画では、 隅田川に沿って、千住町の南側を通る計画であったが、現在の町の北側を迂回する流路に変更された。毎年7月頃、千住新橋周辺の河川敷で、足立の花火と称した花火大会が開催されるが、これは明治時代に、千住大橋の落成を祝して打ち上げられた花火や、1924年、大正13年8月13日に、 千住新橋の開通を記念して開催された千住の花火大会がその期限である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。